はい、皆さんどうもこんにちは、あやおです。今回はですね、今私が装備している歩くウノノワールという武器をね、今回は使っていこうかと思います。ブナハムラの素材で作れる竜属性の指なんですが、デフォルトで攻撃力は200超えてて、竜属性値もなかなか高いで、回心率も 20% あって、ため攻撃はレベル4解放で貫通レベル4が打てると。まあなかなかね、ここだけ見ると結構優秀な武器ではあるんですが、ただね、装填可能な瓶がかなり残念です。はい、まあかなり残念だけど、まあこの弓あればラスボスも駆逐できるんじゃないかなと思いまして、今回はこの歩くウノノワールを使って、ラスボスの炎元ナルハタタ姫を駆逐していこうと思います。それでは行きましょう。一狩り行こうぜ。はい、やってきました、炎元ナルハタタ姫でございます。今ね、私が使ってる装備は今画像で出てると思うので、そちらをご確認お願いします。それでは行きましょうか。炎元のナルハタタ姫、まずはいぶし巻彦から。はい、速攻で終わらせてきました。いや、マジで、本当に、100竜弓使ってるんじゃないかってぐらいの速さで、いぶし巻き砲を、討伐していくと。ここはね、しっかりと弱点のところに当てていきたいが、なかなか当たらないね。尻尾、当たれ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 。いいね、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 いいね。こきょきょきょ。よし、来たね。こっから本番っすわ。こっからだ。よし、じゃあね、まずは雪撃瓶外していきます。まあその、いやー、ちょっと待って、あ、落ち着け、俺とりあえず落ち着け。そのまあ外す理由は、最初絶対方向してくるかと思った、さっき。まあ外す理由はですね、距離が離れてても、遠いとこからね、狙えるようにするためです。よっ、あぶね。っていうのも、雪撃瓶にしちゃうと本当に超至近距離じゃないとクリティカル距離にならないんで、まあね、瓶を外して遠いとこから撃てるようにした方がいいんじゃないかなと思います。よいしょ、いいね、いいね。ここは尻尾を狙いたい。尻尾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 、いいね、いいね。まあダメージはそんなガチで出てるわけではないけど、まあ出てなくもないな。ここは一回雪撃瓶に変えて、よいしょ、 OK、 これはちゃんと避けますよ。これはちゃんと避ける。いけ、今だ。よいしょ、ガチ危ねえ。今ほんと危なかった。あそこ当たっちゃうとほんとグダっちゃうからね。 OK、 今お腹 OK、 いいね、いいね、いいね。よいしょ、結構食らいますね。まあお腹がの肉質が柔らかすぎるというのもあるけど、よいしょ、僕今めっちゃいい。これ本当に超いいアタックチャンスだ。よし、スタミナ回復して、これはもう歩いて受ける。オッケーオッケーオッケー。あー、これはね、返したかったね。これは返したかった。うわ、出た、この超広い広いバージョンの、久しぶり見たもん。あ、ちょっと待って。よしよしよし、はい。早いんじゃないか、ちょっと。いや、そうでもない。マガイマガディングの力は今日は使えませんよ。今日はね、この弓のね、進化をね、発揮したいから、なるべくね、他の環境生物とかには、いやー、当たらん、じゃなくて、あんまりね、頼りたくないところ。もうね、よしよしよし、しかと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 、まがいまがとしかと、さようなら、ありがとうございました。ヘイトを買ってくれてありがとう。よし、こっから改めてお前と俺の1対1だ。セイが避けたんじゃないの、今避けたんじゃないのかな。来たね、来た、危ない、やっちゃった。いやいやいや、壁とか走ったらマジで本当に
超グダ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 グトリオ、グダ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 トリオ、ダグトリオ。オッケーオッケーオッケー。俺は一体何を言ってんの。やばいやばい。お前落ちろ、マジで落ちろ落ちろ。そう無理だ、しまった、終わったかもしれない。やっふー、緊急回避で避けていく。いや5分経ってるね。もうなるべく早めに殺したいんだけど、まだ寄らんか。これ一回あれするね、雪撃機微外すわ。おわ、あの尻尾にも当たるの。オッケーオッケーオッケー。どうなってる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 。うわー危ねえ危ねえ。いや怖っ。来た来た来た、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。これあんまり近づきたくないね。いや腕と尻尾の V 破壊できねえな、ちょっと難しいね。どうだどうだ、あ弱った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 、早いんじゃない、ちょっと早いんじゃない。いや首から距離全然狙えてない、遠い遠い、ビビりすぎてる。あこれ一回じゃ麻痺出せる、そしたら OK。 いよいよ、よし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 、来た来た来た。まずは麻痺出していくと、で先つけてなるべく近く、いいねいいね。でこっからイエス OK。 7分31秒と、まあ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 なタイムで一応クリアできましたと。まあねちょっとね、このねブナハブラ弓でも百竜の援元ナルハタタ姫は使用できちゃうんで、まあね百竜の援元クリアできなくて百竜弓がちょっと作るのめんどくさい人はぜひね、このブナハブラの歩くウノノワールを使ってみてはいかがでしょうかという動画でした。はい、まあねこれからもねちょっとネタが尽きてきたんでいやネタが尽きてきてはないですけど、まあいろいろとね注目されてないモンスターにね日を浴びさせるっていう意味でも、まあいろんなね弓をこれから使ってね行こうかと思いますので、ぜひねまたこれからのね動画もお楽しみにしていただければいいかなと思います。それではねぜひ次の動画でお会いしましょう。あやべでした。またね。Shake it, shake 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 it